京都栄養医療専門学校の管理栄養士科2年細川ひな子です。同じく管理栄養士科2年の谷本遥香です。よろしくお願いします。握り寿司1個あたりについた醤油の量とその食塩相当量をネタの種類別に表に示しました。8個分の合計で食塩相当量は 0.55g になりました。シャリやネタの食塩は含まれていません。醤油の漬け方の違いによる醤油の量とその食塩相当量をサーモン1個あたりで表に示しました。ネタに端に少し漬ける場合では醤油の量は 0.05g であり、食塩相当量は 0.01g になりました。ネタ全面に醤油を漬けると醤油の量は 0.33g で、食塩相当量は 0.05g になりました。シャリにつけた場合では醤油の量は 1.05g で、食塩相当量は 0.15g になりました。8個のお寿司のシャリの部分に醤油をつけた場合と8個のお寿司のネタの端に醤油を少しつけた場合では食塩相当量に 1.1g も差が出ます。細巻き3個あたりの漬け方の違いによる醤油の量とその食塩相当量を表に示しました。細巻き3個のシャリに醤油をつけた場合と細巻き3個の海苔に醤油をつけた場合では食塩相当量に 0.2g も差ができました。醤油スプレーワンプッシュの食塩相当量は 0.02g で、細巻き3個をシャリにつけた場合と比べて 0.25g 減塩できました。醤油スプレーは醤油の香りが広がり、少ない醤油でも美味しく食べられるのでおすすめです。寿司にはシャリやネタにも食塩が含まれています。今回使用した握り寿司8個のシャリ、ネタ、醤油の食塩相当量を表に示しました。8個で 3g の食塩を取ることになります。醤油スプレー等を使うと食塩は 2.5g 程度で済みます。100均などに売っているので、ぜひこの機会に醤油スプレーを使ってみてください。